まあ、何かの指示によってものを作るっていうのが結構心地よかったというか、できるだけ書いてる最中は意思を消すんですけど、人が書くってどういうことだろうなみたいなこととかを考えながら制作をしたいなっていうのはと思ってますね。その中に己の存在は残さない。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術家三浦光雅、1997年東京都生まれ。絵を描くことが億劫になった彼がたどり着いたデザインの放棄。一番最初にまあ指示書みたいなのを作って、イメージを作っていくんですけど、刷毛のサイズごとにこう座標が打ってあるんですけど、まあ、その座標をどういう順番で通っていくかとか、そういうのがこう、まあ、ちょっとした乱数ソフトみたいなのをかけて、出された数字の通りにまあ僕が作るみたいな。1センチにつき1色別の色がこう1本の線の中にも配置されてるんですけど、出来上がるまでどういうものができるかわからない状況みたいなものとかを、まあ、なんとか形にできないかなっていう。決められたルールの中、指示書の通りに描く、そんなシステムに縛られる中で大切なもの、人が描くことで起こるハプニング。本当に全部が想定通りにいくっていうことが結構求められる時代だと思うんですけど、まあ、日常生活を送ってる中でもコントロールできない部分があるっていうこととか、その人間臭さみたいなところが結構好きだなっていう。やっぱ想定外のことが起きた時に、それをこうそういうネガティブな方向に捉えるんじゃなくて、それを楽しめるかどうかみたいなこととか。偶然の積み重ねにより深みを増すアート、そこに宿るのは全てを機械的に描くだけでは生まれない温かさ。僕もただこう無機質なものを作りたいわけじゃなくて、何も考えずに言われたことだけやってるように見えながら、ある程度そのこういうふうに描くぞっていうルールは決める、そういう設定された中で起こるイレギュラーなこととかっていうのが、人の手でやるからこそできる液だまりみたいなものであったり、擦れみたいなものであったり、実際に自分の体を使って描くときに出る面白い表情みたいなのがよく見えるのかなっていうか、やっぱ機械じゃなくて手なのかなっていう。機械によって設計されたデザインも、人が描くことで生まれるイレギュラーも、全てがあるからこそ彼の作品は意味を持つ。そんな三浦光雅が作品に込めた思いとは。僕の作品とかもこう一見するとただの抽象画に見えるんですけど、これなんだろうみたいなのを結構指示書の前とかで話してる、まあ、鑑賞者の方がいて、作品の前でそこでこう対話がある、こういう解釈もできるよねみたいに、コミュニケーションとかこうただ見るだけじゃない、まあ、そこからなんかこう考えを発展させていくきっかけになればいいなっていうのは感じてます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト田島春樹のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。